村人がまさか嫌がるぜ。好きな言葉はアルコールドリンク全品100円。どうも、なにわのミルクです。すみません。はい、いつものお店に戻ってまいりまして、今回から罰ゲーム企画発動ということでして、何としてでも勝たなければいけないという状況に自分を追い込んでいる今日この頃です。本日もいつものお店はいつも通りの状況だと思いますので、ディスクアップしか触れないなと、まあ、前回ね結構いい感じで出てくれてるんで、まあ、この波に乗って今日もおそらく設定値であろうディスクアップを目標、そうですね、プラスやっぱ1500枚かな、はい、これを目指して頑張っていきたいと思います。それでは最後までお楽しみくださいませ。ディオス、えいえい。
うわっ完璧やん。Yeah!
か喋れよ。やめると思うでしょ。もうね、ヒットポイントもマジックポイントも制定ポイントも突き果てたわ。終了ということでお疲れ様でした。せっかくね、前回柴田新井店のお店でまあまあええ感じになったのにね、もういきなりこれですわ。もういつものお店に戻ってきたらこれ。いやー、もう本当にね、精魂尽き果てましたよ本当に。まあね、やっぱり設定は関係、同色ビッグ引かれへんかったらやっぱりねこうなるし。でね、朝一1代目の台がね、ほんまに朝一子役高確率状態やったんですよ。ほんまスイカ9枚役どっちもバンバン落ちて、これはと思ってたんですけど、もう設定は1じゃないですか。もういつものお店はバックライト消灯してたら絶対据え置きなんでね、も絶望の1なんですけど、まあ、波理論で座ったところ、まあ、朝一はね子役高確率状態ということで、まあ、ボーナスも引けたんですけど、あの人波超えた後全くね子役低確率状態に陥ったんですよ。でその時にもやめようと思ってたんですよ、これまあ言い訳なんですけど。でもね、やっぱそこでやめたらもう動画の尺なんかもう5分ぐらいにやっちゃうしね、これはやらなしゃあないっていうところもあって、まあ、頑張った結果やっぱり全部飲まれて、もう完全に悪魔通り越してもう大魔王というディスクアップでしたね。でまあそこから2代目に移動したんですけど、もうねやけくそですわ、やけくそで行ってやけくその結果ですよね。はい、そんな感じで、まあ、今日はねえ、ほんともう、今日の実践の気持ちを表現してみました。まあ、そんなわけでですね、罰ゲーム企画第1回目からいきなり罰ゲームという形で早速やっていきたいと思います。ちゃんとね用意してるんですよね、えほんまにほんまにね、金もないのに。というわけで用意してました、こちらの方行きたいと思います。行きますよ、ちょっとカメラ変えますね、視線。行くぜ、乗ってんなよ頼むぞ。はい、というわけでですね、出たデメは、4ということで今回4、
4000円のクオカードをプレゼントしたいと思います。応募方法はコメントの固定しているコメントに書いてますんで、そちらをお読みになってぜひ皆さんたくさんのご応募お待ちしておりますね。えちょっと次回はねやっぱり勝たないと、うん、勝たないとディスクアップから気持ちが離れていってしまいますからねねえ、まあほんとね、ひとみちゃんばっかりの日やっぱやばいっすよね。やっぱかなみちゃん、あ、シンティ出ないとね。はい、まあ、そんなわけでお疲れ様でした。ありがとう、いつもお気に ちゃん、わお、行ってくんだよ。おじさん、おじちゃん、行ってくんだよ。かりん様、バイバイ。ありがとうございました。